僕はもうこの体とこの能力があるのは諦めてます。今のところ普通に成長して普通に老化もしているようなので、事故や怪我で死んだりできなくても案外人間の寿命通りに死ねるんじゃないかと希望を持ってる。三つ下のいとこがたちの悪い子に捕まってしまってね、放っておいてもそんなことは縁が切れるだろうと楽観していたのだけれど、むしろ仲が深まっていくみたいで。はじめまして、妖怪、あやかし、化け物、怪異、魔、そう呼ばれる者たちの知恵の神を務める岩永琴子と申します。雪女の頼みを受け、あなたが関わる事件の解決に参りました。王神七瀬という怪異を信じて、その話題を口にする者はほとんどいなくなった。七瀬かりんの生存と謎解きの検証に皆の興味は移ってしまった。この前焼肉に誘った時、牛肉を食べるとひどい別れ方をした前の彼氏を思い出して気分が悪くなりますのでって断ったよな。気につながった。吉原さんは私と同じくらいの体格だったし、病気ですっかりやつれてたから、運ぶのは思ったより大変じゃなかったわ。私がマスコミを引きつける。本当にうまくいくかな。すぐバレちゃって目くらましにはなれないかも。引きこもりでこわもてでよそ者だからな、周りの住民には怖がられて避けられてる。肩着じゃないと思われてるようだ。君がいなければ誰とも会わないあまり、声の出し方も忘れていたかもしれない。私もいろいろとうまいものが食べられて満足しておるし。ふむ、それでは私が得をしすぎか。そうだ、前の奥方と別れてかなり経つであろう。よければ夜の相手もしてやるぞ。こんにちは、桜川さん。305号室のポストのテープを取り忘れてて、桜川さんが越してきて1週間になるのに気づかなくてすいません。あの、一体どうしてあの人を探してるんです？悪い人に見えませんでしたし、それこそ雲隠れしないといけない状況にお二人がしているのではないですか？